で準備完了。18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、
すみません、見失ってしまいました。私のことは。もう一個のカメラで追尾できているそうです。後でちょっと見せられたら。すいません、
6分44秒で打ち上げ後6分が経過しました。ロケットは順調に飛行を続けています。 It's 6 minutes after liftoff. The flight goes very smoothly. はい、6分44秒で、第1弾、第2弾分離となります。第3ロケット、第2弾ロケット、分離。First and second stage is separation. 第2弾エンジン、燃焼開始。Second stage engine ignition. 第2弾レンジ局でのロケット追尾が開始されました。The Guangdong Range Station has started tracking the H2A. そちらも、はい、第一弾燃焼直前終了アナウンスの直前に見失いました。ああもう多分ほとんどそれで水平線の方でしょう。はい、射点の方はこんな感じでもう何も残っていない状態です。今第2弾エンジンが燃焼していますが、これが、15分26秒まで、燃焼を続ける予定です。はい、その後、16分16秒打ち上げ後8分が経過しました。 It's 8 minutes after liftoff.第2弾エンジンの燃焼は正常。制御系、飛行経路も正常です。現在の高度は約 440km、秒速約 3.8km です。The second stage engine combustion attitude control and flight trajectory are all normal. Current altitude is approximately 440km. Velocity is about 3.8km per second.原因を上げましょう。それで、今の種子島の様子です。左に映っている、赤い、ランプがついている建物が VAB で、右側の明るいところが今回打ち上がった第一射点の方になります。こちら、現在もちろん扉閉まってますが、7月に打ち上がる H2B ロケットも、この中に格納されている状態です。はい、こちら、今回打ち上がった射点のところですね。散水してるの見え、散水してるかな。ちょっと見にくいですね。はい、こんな感じで射程にはもう何も残っていない状態です。第2弾エンジンの燃焼は正常。制御系、飛行経路も正常です。現在の高度は約 530km、 秒速約 4.3km です。 The second stage engine combustion attitude control and flight trajectory are all normal. Current altitude is approximately 530km.Velocity is approximately 4.3 km per second. 今10分が経過していますが、15分、あ、残り5分、燃焼、第2弾の燃焼が続きます。ちょっと画面をシーケンス図の方に移しまして、
リプレイの準備をできるかをちょっとやってみます。打ち上げ後11分が経過しました。ロケットは現在安定して飛行を続けています。 It's 11 minutes after liftoff. The H2A is flying smoothly. もう席消えちゃうんだよな、その代わり。まだ続く、リプレイの準備をちょっとやろうとしていますが、まず雫が分離できるところからのアナウンスまでちょっとお待ちしようかなと思います。衛星が分離するとこちらのアナウンスの方でも拍手が沸き起こったりするので、その状況も、伝えたいなと思います。今まだ、第2段目が燃焼を続けているところです。もう13分に差し掛かるところですので、残り3分間燃焼して、ロケットの、およその役割は終了します。その後、上部フェアリングの方に乗っているコンプサット3を、分離しまして、でその後に、下部フェアリングを開きまして、雫が分離されるという順番になります。はい、もう少しですね。そろそろ第2段目が終了す、燃焼終了するところです。第2段エンジン、燃焼停止。セカンドステージエンジンカラーオフ。ロケットは現在、完成飛行を続けています。The launch vehicle is a coast flight.
分離が確認されました。The Comstar 3 separation was confirmed. はい。まず一つ目の主衛星コンプサット3が分離されたようです。この後の動作としては、下部のフェアリングを今度開きます。で、その後に、雫が分離されるという流れになります。ここでハイスピードのリプレイの準備ができましたので、音声はこのまんま行きます。映像だけ、ハイスピードカメラのリプレイをします。するとダメかな。拡大するとちょっとうまくいかないので、この画面でちょっと我慢してください。グラウンド局での追尾を終了いたしました。The ground downrange stations completed its tracking. 以降、ロケット間のデータは地球周回後に確認いたします。なお、衛星間のデータによって雫分離が確認できる可能性があるため、放送を継続いたします。Upon receiving data transmission from the H2A again after it makes a round flight around the Earth.As there is a possibility to confirm the payload separation by receiving data from the satellites, we would like to continue our live broadcast. はい、雫の分離する位置が、だいたい地上の追尾局から届かない位置になっているため、直接分離を確認することができません。ただし、衛星側から、テレメトリーが、受信できる可能性というのもあるらしいので、その状態も、確認できたら、流しますという今状態です。実際の分離の時の映像とかは、地球一周回ってきた後の、衛星からのシグナルなどで、映像などが撮れるという、話を聞いています。打ち上げ後20分が経過しました。It's 20 minutes after liftoff. あと3分、雫の分離が、23分11秒という形になってますので、あと3分待って、雫の分離が確認できたら、他のリプレイも行きたいと思います。
崎の、報道席に おられる、カメラマンさんたちは、すでにもう撤収をほぼ完了している状態です。なぜかと言いますと、すぐに明日の朝の朝刊に出さなきゃいけないとか、そういうあのタイムスケジュールに追われている、方々がすごい多いため、急いで、デスクに戻って今まで撮った映像などを、確認して、会社に送るという、ことをやられているのかなと思います。私たちは生放送で、まあ、グダグダながらやってしまっておりますので、このまんま、残り続けて放送を続けます。はい、分離が23分11秒の予定ですので、おおよそあと1分。うまくテレメトリが取れると、分離がされたかどうかというところまではわかるそうです。実際にきちんと分離されているかどうかというところは、雫と H2A、2段目が一周回ってきた後に、テレメトリなどから、映像をダウンリンクできるそうです。なので、きちんとした映像が出てくるのは90分以降後という形になります。はい、雫の分離時間になりました。テレメトリ取れないかな。アナウンスがないところを見ると難しいようですね。衛星からのデータによりますと、はい、雫は分離された模様です。なお、周回後のロケットのデータで追加確認いたします。According to data sent from the satellite, the Shizuku was separated from the launch vehicle. We will double check its separation after the H2A makes a round flight around the Earth and comes back to our tracking area. カムベアリング、シズク、SDS4 および交流2号の分離については、周回後のロケットからのデータによって確認し、この後の記者会見にて報告させていただきます。The lower fairing Ditson and the separation of the Shizuku SDS-4 and Horyu 2 will be confirmed through data from the launch vehicle after its round flight around the Earth. We will report the results at the post-launch press conference. これをもちまして、種子島宇宙センター竹崎総合司令塔から H2A ロケット21号機の打ち上げ実況放送を終了いたします。ありがとうございました。We would like to end the live launch report of the H2A Flight 21 from the Takesaki Range Control Center at the Tanegashima Space Center. Thank you very much. はい、という形で雫の分離までが無事確認できたようです。映像などは、先ほどアナウンスがありましたように、一周 H2A ロケットの2段目が回ってきたときに、データがダウンロードできるそうです。はい、という形で映像の方は、豪快に放水しているのが見えるかなと思います。はい、じゃあという形でリプレイやってみましょうか。音が出せないんだよね。映像だけですね。はい、ちょっと配線の都合上、映像のみになりますが、打ち上げのところのリプレイを、別のカメラでの、撮影という形でお見せしようと思います。じゃあ切り替えます。ごめんなさい、音が出ないです。
動いてる。はい。じゃあこっち。ちょっと音消えます。こちらもリプレイの準備をするので一回無音状態になりますが、ご了承ください。
車上安全課からお知らせします。ただいまをもちまして総員退避を解除します。以上。はい、という形でリプデイでした。今アナウンスがありましたが、打ち上げから30分が経過しましたので、総員退避が解除されて、3キロ規制も、時期になくなります。もうなくなったかな、という形でまた日常の種子島に戻っていくという形になります。はい、この後の予定でございますが、記者会見が、今聞いている話ですと、4時半、今日の朝4時半から、行われる予定です。状況により遅れたりすることもあるかと思いますが、大体その時間から記者会見が行われます。で、その中で、雫の分離の映像なども、出てくる可能性がございます。そちらの方も、生中継やりたいと思いますので、もし体力がある人はお付き合いください。明日会社とか、お仕事ある人は、どうかお休みになってタイムシフトなどで見ていただけると幸いです。はい、という形でこちらの、NVS の、生中継の方もそろそろ終了したいと思います。開始の方で、映像が止まったりとか、ちょっと調整に時間がかかってしまって、お聞き苦しいところがあったかと思いますが、このモバイル回線の調整はもっと上手くなりたいと思いますので、また別の、機会でお会いできればと思います。はい、打ち上げ花火、多分これは、総員退避の、解除が出たというところのアナウンスだと思います。はい、という形でこちらの中継もそろそろ終了いたします。4時半から、記者会見があるかと思いますので、そちらの中継も行いますのでよろしくお願いします。ではまた、記者会見もしくは別の中継でお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。